日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら、今年もやってきました、ミスド×ポケモンドーコラボドーナツ5種類を食べたいと思います。こちらなんか新しくのようで、何年かぶりにピカチュウドーナツも食べてみました。今年は新たにコダックが入ってます。コダックといえば、多分今の人たちには伝わらないと思うんですけど、昔自分たちが、自分が学生時代たちなんで、自分がそれこそ小学生ぐらいの頃に放送されたポケモンでは、もうコダックが勝手に出てきちゃって、なんか勝手なことやってトラブルを起こすみたいなのが時折あったんですね。これ、わかる人いるかな？では、今年はそんなコダックから食べていきたいと思いまーす。なんか、思ってたのと違うとは横顔でーとか、そういうふうないろんな話題になってるみたいですね。それでは、どんなドーナツなのかな、味も思ってたのと違ったりはするのかどうか確かめてみたいと思います。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。よしよしよし、今年2023年もポケモンたちで癒されたかしら。去年久しぶりに復活したの、私も知ってるわよ。ああ、よくご存知で。はい。去年、スカーレット、バイオレットで、ほんと20年ぶりに復活したんですけど、まあ、ポケモンドーナツはチェックしてましたよ、その間も。で、今年なんですけど、ピカチュウが生まれ変わってますね。あと、カビゴンもなんだか見てて癒される。コダックも、ほんと、思ってたのと違って可愛いですね。可愛くて美味しいって最強だと思います。まさにミスドの最強レイドって感じですね。果たして最強レイドの勝者は誰なのか、この後紹介していきまーす。ごちそうさまでした。最初に食べたコダックドーナツは、ま、見た目は結構意外だと思います。味はシンプルに美味しいホイップクリームが中に詰まったイーストドーナツでしたね。なのでさっくりとした生地と外側のカリカリコーティングチョコの相性が良くて合っていて美味しかったです。どちらかといえば木をてらった戦術を得意とするポケモンですが、ドーナツの味は木をてらってるわけではなかった。その次に見たこちらのスリープに入った何だろうな、名前ちょっと忘れてしまったんですけど、前のデビュー中に字幕出してると思うので、そちらで確認してください。申し訳ない。このカビゴンとコダックのなんかぼんやりのんびりスリープみたいなので入ったドーナツは、白い、まず白いシュガーパウダーがまぶさったものとココアがまぶされたものがあって、どちらもふわっとした生地の中からカスタードクリームやチョコクリームの軽い味わいが普通の中にふわっと広がってくる。なのでクリームが、味のあるクリームがお好きなのであればこちらの2つがいいですね。あとモンスターボールの形をしたチョコレートもありましたけど、あれはそうですね、結構ストロベリーチョコの酸味とザクザク食感ですよ。ホワイトの方は結構シンプルなコーティングになっていました。なのでコーティングと歯ごたえが好みであればモンスターボールチョコもいいと思います。で、最後に食べたピカチュウドーナツですが、今までのピカチュウドーナツは、中はホイップクリームになっていることが多かったのです。多かったと聞いています。自分が食べた時もそうでした。しかし今年は、コダックドーナツにホイップを譲って、ピカチュウドーナツはチョコホイップになっていましたね。なので、ちょっと甘さ控えめで、大人な味わいのピカチュウドーナツになったと。大人向けのピカチュウになるかな。さて、で、神もこうして見てると、なんか神も眺めてると、いや、それそうですね、今年はポケモンスリープっていうのも自分は使ってないんですけど、出てましたし。で、カビゴンといえば、先日、ポケモン SV で行った翡翠爆風レイドで、当初は最高馬の候補に上がっていたのですが、結局、気合玉を持っていた、気合玉に合ってたかな、を持っていたがために、ちょっとぼしゃらざるを得なくなったって。ちょっとかわいそうな立ち位置にはありました。で、ポケモン SV といえば、
来月、ちょうどこれ撮影してるの11月の12日なんですけど、1ヶ月ちょっとで来ますね、 DLC の後編、青の円盤が。もちろん自分も実況するつもりですので、またダウンリリースされたらそちらもぜひよろしくお願いします。それでは本日はミスタードーナツで発売されたポケモンドーナツ5種を食べてみた動画でした。味はそうですね、今回食べた中だとやっぱりピカチュウドーナツのチョコホイップがちょっと甘さ控えめで新たな一面を見られたのことが一番印象に残ったので、代表として5点とさせていただきます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、そして高評価を押したり動画を拡散していただけると嬉しいです。そしてさらにはゲーム実況の方でポケモンを含む様々なゲームを投稿していますので、そちらも見ていただけるともっと嬉しいです。では演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。